入っています今シーズン、まあ、これから残留争いという現実の中でも戦っていかなければいけなくなります。さあシュートだー、決まったー、平野。これまだ分かんないですよ。あ、1点差に迫ってきました。いや、こういうのですよね、浅井選手を残したメッセージというか、はい、まだまだ諦めていないんだという、そう読んどくからのボール、平野。平野選手も角度なかったんですけどね、強引に行きましたからね。ディフェンダーの池田が入りました。トリニータの方は4バックですね。4バックでしっかり守ろうというところでしょうか。さあシュート打った、決まった。カターレ富山同点に追いついた平野ですね。13番の平野、ベンチ一斉に飛び出しました。いや、今ベンチと抱き合って喜びます。まあ、それを警戒してね、田坂監督も4バックに変えたばかりだったんですが、カターレ富山13番の平野海、こちらです。かわしてからコースをねきっちり狙って、非常にいいシュートですね。自らかわしてしっかりゴールを見て、こうインサイドでね巻いて、最後まで諦めずに点を狙っていくということもあります。セットプレーからの、まあ、あれはそうですね、セットプレーからでしたけれども、はい、これは流れの中ではありましたが、しかし、そう読んだかよく抜いて、いや、素晴らしい、いいボールを抜いていく、いていく、いやー、福田、すごいスルーパス、クラブ101点目のゴール、決めたのは甲斐、しかし、これをアシストしたのは福田。アディショナルタイムの5分の中で富山は2点を挙げました。このスルーパス、いや、平野のあのシュートも素晴らしいシュートだったと思いますね。さあ、カンコブスゴール前、1点返した富山、23番途中出場平野海が頭で決めました。そして浮かない種の西田が顔面を抑えています。ちょっとね、キーパーと 味方同士だと思います。接触したのはリプレイ、あー、これ綺麗なヘディングシュートです。素晴らしいですね、平野海、はい、平野海、あそこね、キーパーで出てくるの怖いんですけどもね、はい、よく前飛び込んで、ここはファウルになりました藤田です。そしてすぐにリスタート、大西から長いボールだ、平野がいる、落としたボール、そう読んどく、持ち出してシュートだ、ディフレクトする、ゴールインか、決まった、いや、ゴールインですね、ゴールインですね、はい、入りました。同点に追いつきましたカターレ富山。そう読んどく、何か力でねじ込んだ感じでしたけれども、ね、はい、今ここで一瞬ここでみんな立ちましたね、はい、まあ、この後すぐにリスタートしたんですね、はい、大西がすぐに始めて、はい、そして平野がヘッドで落としてスヨンドクリフレクトして膝に上げたいですね、はい、いや、だから中へボールが入る、どうだ、決まった、素晴らしいですね、小池選手、攻め続けたカターレ富山、同点に追いつきました。アディショナルタイムに入っていたはずです。富山はこれがあるんですよね、最後まで粘り強く貪欲にゴールを狙いに行く。石澤前に入れます、平野と西澤、平野出た、シュート打てるか、2点目、黒部2試合連続ゴール、アディショナルタイム富山2点目、まあ、栃木の方は自分たちがこうクリアしたボールですよね、それをまた跳ね返されて収まったところ、黒部、富山としては理想の2点目ですよね。
もう一度見てみましょう。まず平野がまあ体を使っていいボディコントロールでした。そこから黒部スローインでボールが入る。江添ヘディング、黒部ここは抜け出していくか。平野がずっと行く。黒部フリーになって、アディショナルタイムで1点返しました。片原富山、黒部今シーズン4得点目。ここのあの平野の頑張りですよね。最後まで諦めないところを作りたいと語っていました。以上です。はい、さあ富山、久しぶりのスタメンの長山から矢田、いいクロスが入ります。逆サイドこぼれています。シュートに行けるか。関原が決めました。凱旋ゲームでカタール富山先制。前半の3分です。関原が決めました。ふるさと熊本で J リーグ初ゴールを決めました。こちらはご両親です。お母さんはちょっともう涙をこらえきれないような感じでしたね。嬉しいでしょうね、まあ本当にいいところにボールがこぼれてそこに入ってましたよね。そうですね。今この矢田からのクロスも良かったですね。そうなんですね、でここでちゃんと感じてるということですね、ボールの落ちそうなところね。そうですね、クロス、それから折り返しにしっかりと反応しました。ゴールたちこう水分取ってますけどね、はい、もうふっとこう足が止まる瞬間ありますからね。なるほど、もう一回集中。さあ、トイコデカイシュート、決まった。6番の浜野、ね、キャプテンの浜野、2対1後半。いやー、富山としたら39分、本当にこう流れのままに持ってきましたね。これは今乾さんが言われたようにここは気をつけないといけないという北九州の、ちょっとね、北九州の選手ここ完全に前に入られましたよ。そうでしたね、ドフリーですからね。はい、浜野も177センチ、今シーズン2得点目は。後半の41分、ヘディングシュート。ボール台にしてはやって、あのスペース上げたりとかしてるんで、はい、関原抜いていく、右へ開いて、エリアの中に3人4人入る、シュート、当てた、決まった。ボールは失いません富山。もう一度吉川、クロスが入っていいボールだ。おー、しかしこれはどうだ、最後でいけるか、黒部シュート。あ、これは秋元だ。黒部は今シーズン2ゴール上げています。そう、読んどくと、そして鈴木、バスケからのボールだ、ヘディングということで、古賀は前にいてプレーを続けました。さあ、ここは平野、前に選手が2人いるが、ミドルから加藤のキックに黒部が2点合わせていますが、ここはどうだ、ヘディング、クリア。平井、中にヘディングで合わせてシュートに行きます。シュート、右サイドに張っている大西、大西がシンプルにクロスを送る、落としたとシュート、中に入っていく。アディショナルタイムは4分、アディショナルタイムに入っている、巻いてくる、ヘディングこぼれてる、富山ゴールの前田、平野ヘディング、これもバーだ。運動量の変化なんかはどんな風にご覧になります。あ、平野のヘディングだ。しかし、こうソヨンと奪っていった中、朝日前を向く、フリーだが右サイド、シュート、枠に当たる、朝日決まった。とちょっと心配ではあります。そうですね、平野海が抜け出していく、平野シュートは右足。流れているボール、黒部が持ち込んで、平野行くか、シュートは打てない、まだある、打つ、うわ、まだある、シュート、押し戻していきます。ラインを見て、オフサイドありません。池畑一旦戻して、平野右足シュート、こぼれている。左サイドから木本、中にボールが入る、ヘディング、ちょっと分かった、
遠目から狙っていった、弾いたか、まだある、シュートいく、通らず、しかしまだあります。西野、もう一度前上げていく、平野、ゴール、シュート、抑えるために、平野選手を左に持ってるんですよね。はい、あ、西野選手ですね。さあ、もう、はい、安井さん、中にボールが入ってくる平野へというところですが、繋がりません。まだあるぞ、ボレー、エディング、もう一度セラドシュートに行った、最終ラインから押し戻していきます。加藤、ファーの位置めがけてゴールの前だ。軸足が少し滑りました。逆にカウンター、富山、さあ早い、平野が持っていく、まして1人目の交代選手、富山の控えのゴールキーパー鶴田が入っています。平野、クロスが入る、これはキーパー秋元直接、さあここはチャンスを作れるか、富山ボールを追い越して動き入りましたね。さあ左サイド、平野だ、追いついた、関根が対応する、切り返してクロスが入る、アディショナルタイム終了まであと20秒余り、まだ富山追加点狙ってますね、はい、平野クロスのファーサイド、さあいけるか、寺崎さん、はい、町田なんですけれども、はい、加藤光平選手がベンチに呼ばれています。あ、そうですか、さあ平野、中には黒目が入っている、逆サイド見れる、はい、福田に対する注意が必要なわけですよね。そうですね、もう前線にいます。左サイドからゴールの前は3人、そうですね、ボーンと上げる、8ゴールということで自身最多のゴールでした。2桁は来シーズンにお預けということになります、はい、さあそして平野ギリギリのところ、バランスのボール、ヘディング、さあ裏に抜け出していった、黒部がフリーで待っているが、自分でいくか、黒部もう一度、7人ソヨンドク浮かせてくる、関原前を向けるか、落としてシュート、富山のサッカーとしてはやはり中盤というところもしっかりと作っていこうと、クロスルー、そして小木口さん来た、右足ブロックをする、西部、そうですね、昨日は日本代表ワールドカップ日本の戦いに入ってくる、なるか、あっと今度は逆にカウンターチャンスだ、カタール、クロベ選手見てませんでしたね、右サイドへ流れる平野、中へ俺に起こすというふうに指示を送る選手がいますが、後ろ向けクロベクロスバーを叩く、はい、そう、4択3人で囲む形、中抜けて朝日が行く、そう今度は一気にカウンター、左に流れている平野は1対1勝負か、ファーサイド開いてです、平野、後半途中から投入されました平野が、さあ試合が再開されました。縦に送って、さあ中に入れます、ゴール前、縦へのボール、朝日、右サイド、平野、ここは強いところを見せました、左、船津。